芋フライ芋フライあるいは芋フライとは、孵化したジャガイモを一口大に切り、小麦粉とパン粉などで作った衣につけ、油で揚げた日本料理である。あらかじめ孵化したジャガイモを串に刺してから揚げるのが一般的で地元産のソースを使用するなどの特徴がある。戦後、行商人が栃木県佐野市内でリヤカーの屋台を引いて販売したのが始まりとされる。 その後、隣接の足利市や群馬県に売り歩き、県外に広まったと言われている。佐野市では、芋フライをメインで扱っている店舗が約50軒と多く、芋フライマップを作成するなど、町おこしの材料にしようとの動きもある。ただし、芋フライは、佐野市だけの郷土料理ではなく、周辺地域でも広く食べられている。養毛地域以外では、ポテトフライあるいは、 ポテトと呼ばれ、惣菜店や、精肉店で販売されている。サノシの芋フライ、サノシのものは独特である。小麦粉を溶いたお好み焼きのような生地に、少量のパン粉をまぶし、もちもちとした、重厚な食べ応えを重視したものが主流である。その他の地域ではカツレツに近いものが多い。羊毛地域においては月干しソース、マドロスソース、 三葉ソースなど地元産のものが使用され、店によってはそれらをブレンドしているようである。戦後間もなくから、当時佐野市を含む両毛地域において、盛んな産業であった、絹織物工場の助行を相手に、行商人が安価なジャガイモを食べやすく加工して、リアカーを引いて売り歩いたものが広まった。しかし、このリアカーを引いて売り歩く姿は1980年代以降は見られなくなった。 現在では、商店舗で焼きそばなどと、併売されるケースが多い。他に、八百屋、精肉店、駄菓子や、スーパーの惣菜売り場などでも扱われており、祭りの露店でも見かける。佐野市においては、芋フライを扱う店が50軒ほどと非常に多く、芋フライをメインに扱う専門店がかなりある。足利市や、その他両毛地域では、 サイドメニューとしての位置づけである店が大半で、この違いが、佐野市とそれ以外の両毛地域での普及度合いにも、現れている。今は亡き足利競馬場の食堂で売られていたことも、ある。足利市においては、ポテト入り焼きそばと、併売されるケースが多い。焼きそばに、芋フライのジャガイモを混ぜたのが、ポテト入り焼きそばの起源とする説もあるが、 大根飯のように戦後食糧難の時期に量を補う目的で混ぜられたとする説もある。このポテト入り焼きそばは佐野市ではほとんど見られない。栃木市にはジャガイモ入り焼きそばあるいはいも入り焼きそばと称して販売する店が数十店舗存在する。販売価格は1本60円から80円程度である。ありがとうございます。